トミーズのポテト大盛りですって言ってくれた。言ったことないことじゃない。ホテルニュース。はい、立て日のです。妙谷駅の方へ。はい。来ておりますけども、神戸あるある、はい、あの人気企画ね、うん、の中の妙谷あるあるで、ほう、あのトミーズっていうところの大盛りポテトみんな食べるっていうのがあって、パン屋じゃなくて、そうそうそう、パン屋じゃなくて妙谷あるあるを実際味わってみようぜ。そう、妙谷駅前で30年以上愛され続ける守りポテトのお店トミーズ、 300g という圧巻のボリュームです。フライドポテトとタコスープください。コメントくれた方、ドットミーズのポテト大盛りですって言ってなめてました、うん、250でこの大きさは、うん、比べようか、これ俺の顔と一緒、やまないね、えタバコの箱とかじゃない、タバコ、これで250円ですから、うん、激安、これあるあるやろ、両端にある、カメマーが食べるな、うん、美味しいだろ、ずっとこうやるわ、ちょっと食べてて、まあ、毎日食べて飽きるやん、飽きる、そういう時にさ、ちょっとこのスープつけて食べたり、なんかいろいろ多分その各々の食べ方あるんやろ、そういうつけても食べるもよし、しなしなにするもよしみたいな、ね、あ違うわやっぱ、これはこれでいい、サンデーとかもあったやん、そういう時にやったな、うん、ああいうのつけて食べる子もいるよね、ああいうのつけても美味しいっていうもんね、ポテトはね、なるほどな、うんうんうん、ちょっとこれ今までのたこ焼きの考え方じゃなさすぎて、もういやこれむっちゃうまいで、明石焼きとはまた別、ちょっと俺もスープなんて、明石焼きとはまた別、タメ口やったからいや、そらタメ口や、なんでやろう、同級生やからや、たこ焼きがコンソメに入ってる感じ、部活でなかなか遅くなって、なかなかここで待ち合わせしてんのが、でなかなか彼氏が来おへんってなった時に、こうタコスープ飲みながらこうスープ持ってる女子俺ちょっと嫌やけどコーンボダジみたいな感じ、まだかなーって、まだかなーって待ってたよ、ほんで、うん、あお待たせ、うん勘弁してくれよなんでやねんこれちょっとほんま飲んでみ、ほんまに子供がいや、もう放送でーす、放送できんだよせよお前、いや、そんなスープ飲みます、スープを使いませんそんな飲んねんだけそんな飲んのそんな乗らんでええとこなんで、そんな乗るいつもの倍ぐらい乗ってたやん、それスープやねんけど、うん、やっぱタコのたこ焼きの風味がスープに出てるから、なんかほんまにタコスープやねん、使う伝わるな、たこ焼きのスープやねん、ちゃんと伝わるわ、たこ焼きのスープやねんなんでねどうやって飲みます、なんでスープなんて使えませんケチャップな、俺持ってないの、ほんまにごめんす、あたナックした、ケチャップナックしたやん、ケチャップどこやったか忘れてない、ケチャップナックした、ケチャップどこやった、なんなんケチャップナックして、これもひょっとしたらトミーザルになるな、いやそれちゃうケチャップナックしがち、ごめんちゃう、人差し指の爪だけ長いやつ、ノンケチャノンケチャノンケチャ、こんにちは、ホテルニュー150万ケチャップ逆にそんないらんな泳げるいや泳げるかな、妙谷アロランに認定します、はい、言えてません、心の瞳で見たらお前言えてた、言えてくれたら嬉しい、心の瞳やから心の耳やから別に耳で聞くないんで、心の瞳で言えてくれた、心の耳でもなかったしごめん、いやいいよ、あのフォローも間違えた俺を間違ってる上にフォローしようとして間違ったっていう、そうそうそう、炎上やったら全員死んでるやつよこれ、二人のせいで、あやっぱ俺は死ぬんやって俺らの二人のミスのせいで軍隊が死んでる、軍隊全員死んでるもん何をとしてる、あるある、これは妙谷あるあるに認定します、あーそれやりたかったよ、これだから何もない、でもちょっと歌反射反射みたいな、そんな大盛りかけて、で実際食べました、美味しいです、タコスープもあって、で行列見ました、うん、若い高校生たち並んでます、うん、これはもう妙谷あるあるに認定します、シャ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 、はい、軍隊潰れましたゆるゆるゆるゆとり神戸ゆるゆるゆるゆとり神戸ゆるゆるゆる